では高岡町長、新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします、はい。町長に念頭にですね、はい、いろんなお話をお伺いしたいと思いまして、うん、今日は参りました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、町長から、町民の皆さん、都民の皆さんに、新年のご挨拶をいただけますか。はい、はい。新年明けましておめでとうございます。まあ、今回の年明けにつきましては、皆さんご存知のように、大きな災害、能登半島地震がですね、起きまして多くの犠牲者を出しています。東北の震災、そしてまた能登半島の震災、熊本の震災等々、日本がいかに地震国であるということに気づかされました。多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、お見舞いを申し上げたいと思います。こと日本におきましては、今国土強靭化ということで、国を挙げて、制度を進めているところですが、しっかりと、備えをするためにもですね、国土強靭化、地元の徳之島の強靭化については取り組まなければいけないなということを感じた幕開けでした。で、まあ、今回、今年はですね、新たなスタートということで、このスタートがですね、うまくいくかどうかということ、そしてまた備えをしっかりとしながらスタートできるかどうかがですね、10年後の奄美を築き上げるのかなというふうに思っておりますので、今年は大事な年だと位置づけています。よろしくお願いいたします。新しい年を迎えるにあたりまして、ちょっと昨年やり残したことって何かありますか。やり残したことはないんですけども、はい、やり続けなければいけないことがいっぱいありますね。昨年から今年、そうですね、まださらに、まあ、取っかかり、はい、そしてまた途中ということがいっぱいありますね、はい。まあ、終わりはないので、昨年からですね、引き続き、取り組みたいと。それでまた、今年はですね、新たなチャレンジということでですね、はい、10年後の奄美を、10年後の徳之島を築き上げるためにもですね、しっかりとした備えを持ってスタートの年にしたいなとは思いますね、うん、はいはい。徳之島町、うんうん、まあ、もちろん、人口が減少している、うんうん、いない過疎地はないと思うんですね、うんうん、田舎はないと思うんですね、うんうん、でどんどん人口が、まあ、少なくなっていく中で、例えば教育であったり、うんうん、あと子育てであったり、うんうん、福祉であったりという、今年の、まあ、そうですね、年報にあたっての方針というのを何かお聞かせいただければ。そうですね、今、少子高齢化は、はい、ご存知のように徳之島だけの問題ではなくて、日本全体が少子高齢化で、2040年、2050年には1億人を切るのではないかなという話もございます。つまりは先進国ではなくなるという危機感をですね、今国もですね、感じているように思います。まあ、そこで、特殊出生比率が日本全体で 1.26 という、今回、最小ですかね、うん、今までにない、特殊出生比率になっています。まあ、それをいかに 2.0 を超えるかという政策にですね、転換をしているなと今感じているところです。そこで、子ども家庭庁でありますとか子育て支援に何兆円ものですね、予算を組んだのがその証だろうというふうに思います。ではじゃあこと徳之島においてはどういった問題なのかって言いますと、当然その少子高齢化は同じ悩みです。しかしながら特殊出生比率についてはですね、徳之島町は全国でも3位です。それはクリアしているわけですね。しかしながら課題として人口減少は同じです。なぜかっていう理由がですね、おそらく首都圏と離島における理由は違うだろうと。つまり理由が違うということは、政策をしっかりとですね、右習いでなくて独自の政策というものが必要になってくるだろうというふうに思います。それは当然教育の分野もそうですし、子育て支援もそうですし、産業育成についてもそうです。まあ、我々が独自の政策をですね、これから打ち出していけるかどうかがですね、鍵を握るかなと思いますね。はい。まあ、島が生き残っていくため、町が生き残っていくために、うん、例えば移住の皆さんの、はいはい、サポートというのも大事だと思うんですが、うんうん、どういうふうに考えでしょうか。
その移住についてなんですけども、日本全国が減少していますね、人口が、はい、つまりはパイの取り合いになってしまう、うん、そのパイの取り合いが果たしてですね、うん、将来の日本を築き上げるかというと、私は決してそうじゃないというふうに思います。こと我々の離島についてはですね、 U ターンをですね、いかに多くの方を呼び込むかということがですね、鍵になろうかというふうに思います。その U ターンを何て言いますか、呼び込むためにですね、今一度は必ず出ますので、子どもたちは、そして都会に出た子どもたちが何を望んでいるのか、それで子どもたちが何をしたら徳之島に帰ってきて仕事をしてくれるのか、子育てをするのか等々のですね、情報ないし、そういった要望等ですねをしっかりと把握をしながら、具体的に政策を打っていくことが結果的に人口減少に歯止めがかかるのではないかなというふうに思いますね。もうちょうど3年前になり、まあもう足掛け3年前になりますけども、うん、世界自然遺産登録されました。うんうん、で、世界自然遺産徳之島が、まあ、地球の宝、世界の宝になりました。うんうん、徳之島町にも本庁においてもですね、年末には、自然遺産センターが完成いたします。まあ、今年は観光にも力を入れられると思いますけども、うん、この自然遺産センターの活用についてお聞かせください。まあ、遺産センターにつきましてはですね、はい、しっかりと広域で山頂で、センターの運営に当たることになりますけども、はい、そのセンターでいかに徳之島のですね、自然が、そして多様性があるのか、そして動植物等々についてですね、触れ合うきっかけ作りにはなろうかというふうに思います。ただその観光客でオーバーツーリズムということがですね、よく言われていますけども、徳之島においてはですね、オーバーツーリズムについてはしっかりと対策ができるのではないかなというふうに考えております。まあ、そこで遺産センターを活用しながらですね、自然だけではなくて、人もですね、財産であり遺産だと私は思っていまして、そして食文化でありますとか、あらゆる分野についてですね、自然遺産の島にふさわしい、人づくり、そしてまた食文化というものをですね、伝承していきたいなというふうに思いますね。今食文化というお話が出ましたけども、うん、文化、いろんな文化があります。食文化であったりとか、うん、伝統文化、もちろん徳之島には、芸能の文化も代表されます。島口であったり、島内であったり、歌であったり、あと伝統文化でいうと、まあ、例えば東急という文化もありますけども、この文化が、その移住をする皆さんのキーワードにならないかなと、そんなことを思ったりするんですが、いかがですかね。そうですね、よく東急がですね、はい、今東急場で見られると分かるんですが、うんうん、女性の方がまず増えました。はい、そしてまたちっちゃなお子さんがですね、うん、非常に多く闘牛場に来るようになりました。そしてまたちっちゃなお子さんがですね、本当に牛が好きで、牛を世話するということもですね、徳之島の特徴かというふうに思います。それと移住者についてもですね、私は結果的にモラルの向上こそが、お金を持つ幸せとお金に換えられない幸せというものがいくつか多様性はあると思うんですが、こと離島においてはですね、お金に換えられない、幸せっていうものをですね、提供できるのではないかなというふうに思いますし、まあ、そういった価値観をお持ちの方がですね、数多くいらっしゃると思います。まあ、その中で、その多様性に富んだその価値観をですね、しっかりと把握をしながら、移住定住、U ターンをですね、施策として進めていきたいなとは思いますね。はい、ありがとうございます。最後に、町長に今年本庁徳之島町の発展に向けた一文字、まあ年末に、まあ、最後の一文字というのが出るんですが、年頭にあたって、今日は町長に一文字、漢字で一文字表すとしたらどういう文字が浮かびますか。まあ、草かむりに明るいで萌え、萌え、萌え、おお、萌えです。萌え、はい、萌えは芽生えるとか、はい、スタートにもふさわしいし、うん、そしてまた兆し、うん、まあ、それは例えばウクライナであるとか、うん、そしてパレスチナの、うん、その違う意味での、はい、その国際情勢の、う
荒波、不条理っていうものもですね去年から始まっていますが、その兆しっていう意味でもですね、新たな展開を迎える可能性があるということから、今年は萌えという言葉がふさわしいのではないかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。またよろしく。ありがとうございました。ありがとうございます。